ジョン・ドバート・ベールはアメリカ合衆国メリーランド州出身のプロ野球選手サザンミシシッピ大学を卒業1996年にトロントブルージェイズからドラフト5巡目で入団1999年9月30日にメジャーデビューを果たす2000年12月11日ジェイソン・ワースとのトレードでボルチモア・オリオールズへ移籍した2002年には ニューヨークメッツに所属していたが、メジャーでは一回も出場しなかった。2003年5月8日、新シナキレッツと契約した。この年は、10試合に出場した。2004年に、広島東洋カープに入団。シーズン開幕より先発ローテーションを支え、11勝を上げた。2005年には、脱三振率の高さを買われ、抑えに転向して活躍。 2006年も開幕直後は守護神として活躍していたが5月13日の対千葉ロッテマリーンズ戦で大塚明への5球目を投じた時に雨で足を滑らせ左足内転筋を負傷したそのため映川勝弘が代わりに守護神を務めることになった怪我からの復帰後は先発に戻りまずまずの成績を残すも 長期離脱と高年俸100万ドルがネックとなり10月18日に戦力外通告を受ける。2006年12月8日にカンザスシティロイヤルズと2年契約を結んだ。2007年は26試合に出場した。2008年4月に肩を痛め故障者リスト入り。5月初旬に故障者リストから復帰する予定だったが、5月8日にチームが滞在していたホテルでドアを殴り左手を。 骨折。肩の回復が順調でないことに苛立ちを募らせた末の行動だった。2009年には6月24日のタイヒューストンアストロズ戦で延長11回のマウンドに登板しメジャー初セーブを記録した。しかし安定した成績は残すことができずシーズン終了後の12月10日にフリーエージェントになった。2010年2月 ベールの妻から古巣である広島東洋カープに復帰の打診があった。球団はベールの左打者に対する高い脱三振率を評価し、カープへの復帰が決定した。シーズン中は主に中継ぎで一時は抑えを務めるなど、したが安定感に欠け、後半戦は2軍暮らしとなり1シーズンで対談となった。12月7日、デトロイトタイガースとマイナー契約した。 2011年4月12日、独立リーグであるアトランティックリーグのカムデン・リバー・シャークスと契約した。上手と横手を併用する変速投法と変化量の大きなカーブ、チェンジアップ、スライダーなどの変化球を内外に投げ分けるスタイル。カープの外国人サワン投手で初めての白星を挙げた選手でもある。2004年から2006年のカープ在籍中は最速で、 時速 150km を超える速球を投げていたが、2010年に復帰した際には時速 140km 前後に落ち着いていた。端正な顔立ちで、ブルージェイズ時代には地元にファンクラブがあったほどである。マーティブラウンのベース投げ事件を機に制作された T シャツの文言を考え、抑え役を A 川と交代するにあたって消火器を手渡すなど、ユーモアに富んだ選手としても知られる。 ありがとうございます。